バカーバカーだよねー。何が起こってるか全然わかんなかった。映像が飛び飛びで映像もだけど多分リアクションは遅れてるんだろうなと思って。いやでも今見てる感じ1秒も遅れてないと。あ本当ですか。うん。あここしゅんさん分かるんだよね。分かんないです。分かんない。ストリートファイター2ってやってないキャラもわかんないもんな。クッパジュニアはわかるでしょ。わかんないですよ。クッパも使ったことない。ああそういうか。キャラクターとしてはキャラクター。クッパジュニアは知らないな。ああそうなんだ。なんかクッパとこの女の子は一体原作は何なんだろう。ファイアーエンブレム。ファイアーエンブレムなの。全然ゲームやってないのがバレちゃう。タイトルやばい。なんか遠くへ行った時になんか相手がどこら辺にいるか出てくるのいいですね。そう、まあ見たことないけどあ、そうなんだ。やばい。乗り物捨て、捨ててない。復活する。この乗り物見てるとドラゴンボールのフリーザさん思い浮かべる。あー、ほんとだ。2機でやるのはデフォルトなんですか、今。昔はそうだったんだけど、今3機になってるね、デフォルト。俺は集中力持たないから2球嫌なんだけど、あ、3球無理なんだけど。バカーバカー。あ、今狙ってたんですか、今。いや、ね、復帰阻止にビビって死んだ。あ、いや、今でも、ほんと崖つかまりに行ってても剣に当たってて死んでたと思う。あ、えっ。ギリギリのところで戦う。すごいな。やばいやん。やばい。全然これを置く暇すら。おお、あれ。おぉ神か。お手騙されてる。ごめんね。すごい。すごいな、今の。普通に厳しい。飛び道具使う人ってこういう気持ちなんだ。近寄られたら全然出せない。あポケモントレーナー。お、リーフちゃんだ。色もなんか特定のキャラの色に変えられてる。色違いじゃない、ゼニガメは。俺の知ってるゼニガメじゃない。捕まえられた。捕まえられたよ、ゼニガメ。なるほど。メラミトってガーキャンない、もしかして。あ、これがガーキャンか。オッケーオッケー。
あ、どうもりはやったことないやったことないですけど、キャラは見たことあります。いや、見たことあるとか、まあ、なんとなくわかります。また色が違う。あっ、あパチンコ8、ばっかりで、パチンコが発展だ。あ、来た、パチンコ8、これ、この色すげえ。ここでガーキャンの仕方、あ、一人からです。なんか、あれ、対するの、パチンコ。よし、来た。ああ。やばすぎるね。シュールやな、ポケモンと子供が戦っとるで。返さない。これ。タツさん今どうやって戻った？あ、風船。そう。すごいな。ああ、好きか。危ねえ。あ、来た。俺たちのリザード。色が違う。これ多分、目が進化した時の色かな。違うの。もう黒ですね、どっちかというと。あ、そう。あ、あった。来た。危ない。おいおい、だよねー。もう入れ替えた瞬間に何されるか分かった。すごいすごいな、入れ替えの時点でフレアドライブ反応苦しいんだ。